昨年の東京2020大会を機にパラスポーツへの関心はより高まりました。今回はパラスポーツの世界をもっと知ってもらおうと開催されたイベントの模様をお届けします。始まりました。本日の杉並スタイル、杉原とウィーアー美咲で次男ボーイズです。お願いします。皆さんよろしく。スパイシーパラスポーツ、うん、なんか興味あるものってことあります？車椅子ラグビーね、はいはいはい、体験させてもらったでしょ、うん、あれのご縁でやっぱりね、うん、車椅子ラグビーやってみたいよね。気になってますよやっぱり。なるほどね、うん、あの本日は、はいはい、アスリートだけではなく、あの義手とか義足を作られ製作される義肢装具士さん、義肢装具士さんも参加されてパラスポーツの魅力迫るトークイベントあるみたいな。すごい興味あるよ。あります、あります。じゃあ行きましょうよ。レッツゴートライ。あ、ラグビーね。イベントに参加したのは陸上競技の大西ひとみさん、同じく陸上競技の井草孝文さん、ゴールボールの高田智恵さん、そして義肢装具士の臼井文雄さん、いずれの方も杉並区にお住まいです。あの障害を負ってからは、まあ、心臓も悪いこともあって、あのとてもパラリンピックを目指すようなあの状態ではなかったんですけれども、最初にあの臼井さんと出会った時に、走るようになると綺麗に歩けるよって言われたので、義足だとわからないように最初は綺麗に歩きたいっていう気持ちがあったので、なのでそこで走るよう始めました。まあ、もちろん目指すつもりではあります。ただ自分の中では一つ一つ大会を乗り越えての結果になると思うので、もう目の前の大会一つ一つに全力で取り組むことで、その結果でおそらくパリパラリンピックの代表になれるように頑張っていきたいなと思います。障害者スポーツとあの高齢化問題って結構イコールなところがあって、体を気遣うというところにあの気づくのがなんかパラリンピックのすごくいいところなので、イベントとかあの続けてもらうっていうのがお願いしたいところですね。何でしょうね、天気の話をするように障害の話であったりパラリンピックの話をすることで、まあ、新しい趣味として障害者スポーツやってみようって思う方も増えていくのかなと思うので、あの話題にするっていうことでどんどん広まっていく一歩になるかなっていうふうに思っています。アスリートの方もそうですし、臼井さんのように裏方で支える方 の、まあ、実際のお声を聞かせていただくことは非常にあの良い機会だと思います。たくさんのパワーをいただけて本当に素敵な時間でした。ありがとうございました。イベント終了後、もっとお話が聞きたいと次男ボーイズが4人に迫りました。自分のその競技のここを見てほしいというか、そういったものって聞かせていただけないかなと思いまして、私あの走り幅跳びをやってるんですけれども、はい、義足の方で最後踏み切ってジャンプするんですね、はい、浮く感じっていうのが多分、はい、健常者あの普通 の、はい、あの幅跳びの選手とはちょっと違うと思うので、はい、その辺をちょっと見てほしいなと思います。あパラ陸上もパラスポーツもそうなんですけど、はい、クラスで、分けているので、もう負けたらそこでもうこの選手にはかなわなかったっていう、はい、もう言い訳の聞かない世界にいるなっていうところはすごく、はい、あの魅力かなと思いますね。最近のゴールボールっていうのは、あのボールを転がす床を這うようなボールだけじゃなくて、こうバウンドさせるようなあのボールが増えてきていて、そのボールに合わせて体を持ち上げたり、手とか足を持ち上げたりして、はい、選手はピンポイントでボールを空中のボールを止めようとするので、はい、その動きは最近のゴールボールならではの動きだなと思うので、そこをぜひどんなタイミングでこう体をどんな動きをしてボールに合わせているのかを見ていただけるとすごく面白いんじゃないかなと思います。一番難しいのはね、はい、例えば患者さんとか、はい、あ の性格ですね、はい、じゃあもうそのサイズとかその材質とか以外に性格でその人に合ったものじゃないとダメっていうことですよね。そうですよね。だからそこまでこう、はい、なんかそのものに反映できるっていうか、はい、
そういうのがやっぱり技術の一つかな、うん、それこそ体の動きの癖とか、そうですね、その人をこうね、はい、愛情を抱くぐらいのつもりで、はい、この人にはこうやったら喜んでもらえるんじゃないかっていうぐらいでやるとやっぱりいいものはできると思いますね、はい、そして今後の夢や目標についてもお話しいただきました。この先、まあ、ちょっと年を取ってもずっとみんなと一緒に走れるぐらいにこうスポーツを続けていけたらいいなっていうふうに思っています。具体的な目標としては今年行われる10月に行われる、アジアパラと1500で金メダルを取るように今頑張っているので、一日一日、競技を続けていきたいなと思ってます。頑張ろうとしている人たちの応援になるようなことをしていきたいなっていうのをずっと、考えていて、今できることを全力でやっていきたいなと思います。ミニスカートが履きたいプロジェクトっていうのは、はい、女の子はミニスカート、男の子は短パン、はい、で義足、はい、で、表参道をみんなで歩くっていうのを、はい、今計画中です、はいはい、短パン履いて来てください。ミニスカートの方がいい。ミニスカートでも OK ですね、はいはい、今回のクロストークイベントのダイジェスト版を YouTube で公開中です。番組ではお伝えできなかった裏話や競技への熱い思いなど見どころ聞きどころ満載です。ぜひご覧ください。競技を生で見る機会があればその魅力をより実感できることでしょう。アスリート、支える人、見る人、みんなが一つになりパラスポーツの可能性を広げていきましょう。